好啦，导演你好，我系 Thomas Chin，我哋上次喺澳门嘅时候咧，我哋见到2017年嘅时候咧见到，咁欢迎大家先嚟到我哋今次两次电影嘅访问吓，即系《甜美人间》同埋《神兄周子》。今次咧亦都系咧就香港亚洲电影大奖项同埋高分电影节咧合办嘅一个电影技术工作坊嘅一个机会。咁啊，等下我哋可以咧，就係同阿豪啦，係正面導演啦，係一齊即係傾下佢哋呢部戲，同埋咧，就今次我哋亦都係就住我喺度，有好多個電影製作嘅朋友。哦，long time no see，long time no see，你好。你好。第一条问题，我哋进入正题先啦吓。咁就其实今次咧，阿何乃导演咧就系改编一个原著嘅小说嘅《神兄张子》同名嘅小说嚟嘅。咁我哋睇完套电影之后，都发觉咧，就系其实呢个咧系喺何乃导演嗰个电影生涯入边咧，都系一个相当唔同嘅一部作品吓。原因之一咧就系佢嗰个嘅timeline 咧系相当复杂，另外咧就话牵涉嘅人物咧亦都好多。我就咁粗略嘅數過咧，起碼接近咧，即係角色啊，即係重要嘅角色咧，接近20個咁多嚇。即係呢個都應該係何乃導演嗰個創作生涯裏邊其中一個好唔同、好唔同嘅一個電影劇本嚟。我想問下何乃導演咧，即係改編呢個嘅劇本嘅時候咧，你個重點或者你嗰個嘅你嘅你俾呢個劇本原著劇本吸引嘅地方喺邊度，同埋你個重點喺邊度咧？これは、作品は何に、朝が来るですか？朝が来るですか？映画化したいっていう部分で言うと、まあ、辻村深月さんの、作品、小説を読んだ時に、養子縁組のお話だったので、私自身のドキュメンタリーを見たことがある方はご存知だと思うんですけれども、私が養子なんですね。実のお父さんお母さんに育ててもらってなくて、で、高齢の、おじいちゃんとおばあちゃんと呼んでいた人たちに育ててもらっていて、で、家族っていうのが、血のつながりだけではないっていうふうにずっと思って、むしろその一緒の家に暮らす人たちが毎日その何でもない日常を積み重ねることで家族になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱり日本はまだまだ養子っていうものに対して寛容ではなくて、やっぱりその養子の子はかわいそうだっていうような、そういう、こうイメージが根強く残ってるんですね。で、まあ、今回のこの「朝が来る」の小説の中にも朝斗くん、養子の子供が出てきますけど、幼い頃からそのあなたにはこう別に産んでくれたお母さんがいるんだよっていう真実告知をするっていうようなことが、必ず、この今回のその斡旋事業の団体からは約束されていて、のよくドラマとかで見るのは、大きくなってから私はあなたのお母さんではないのよみたいな風で言われた時に、すごくこう不幸な感じの感情が生まれるんですけど、いやそうじゃなくって、両方いるんだよって、みんなに愛されてあなたは生まれてきたんだよっていうふうにこう思えることで、その血のつながりだけではないその家族のありようっていうのをこう、まあ、つまりこう多様な家族のあり方っていうものを表現できるんじゃないかなっていうふうには思いました。今回の朝が来るでは、先ほど学生さんにも少し専門的な感じでお話したんですけれども、特に二の島のベビーバトンのシーンは、バースデー、ハッピーバースデーのシーンですね、あそこは非常にドキュメンタリーの要素が強いと思います。というのも、私自身がカメラを回して、まるでその初期の映画、英語タイトルで言うとエンブレイシングっていう、日本語はに包まれてという作品ですけど、この時にその自らの影を取って、その自分の手を取ったりとかしているような、そういうショットに近いショットを今回入れてるんですね。っていうのも、フィクションである今回の作品の中に、こうドキュメンタリーそのものを存在させるっていうような、そういうチャレンジをしたつもりでした。
で、私にとって映画っていうのはもう一つの人生だと思っているので、自分の人生がネガティブな要素があったとしても、それをこうポジティブに変えていく、そういうものとして今回の映画の中にこのチャレンジを入れたつもりです。導演提到一路出道咧到而家咧，其實好多人稱讚導演，或者覺得何乃直美喺呢個電影圈有佢一個特別嘅成就嘅地方，就係佢嗰種將紀錄同埋戲劇咧融合嗰種嘅方法同埋方式啊。咁呢套戲入邊咧，頭先何乃導演都講咗其中一場戲好重要啦，係生日會嗰場啦。其實我想問佢另外一場戲咧都好重要。就係嗰場喺 Baby Button 嗰個 press con 嗰度嚇，佢哋見到一啲寄養家庭嘅一啲嘅例子啦。咁同埋就係佢第一次喺温泉酒店裏邊咧，見到一個介紹 Baby Button 嘅一個紀錄片啊。咁我就想問下導演，即係其實嗰兩段戲係咪都係佢創作嘅一個好似 documentary 嘅 fiction 嚟嘅咧？咁同埋就話裏邊嘅演員係咪都係？特別係寄養家庭嗰個 press con 裏邊嗰啲係咪都係一啲真實嘅寄養家庭嘅例子嚟嘅？そうですね。説明会のシーンはもう聞いてる人たちは数年前に養子縁組を成立させた本物の養子さんです。養い親の人たちです。で、そのシーンを撮るにあたってはもうこういう人たちに演技を指導するのではなくて、当時自分たちが説明会を聞いてたようにそこにいてくれということでした。で、ベビーバットの代表の浅田美代子さんが扮する浅見さんという役はですね、脚本があるようでなくてですね、説明の部分はちゃんとこう自分で何を聞かれても答えられるように勉強をしといてくださいというふうに言って、で、質問は本当のリアルな人たちからバンバン来るので、それを自分でこう自分の言葉で答えるというような、そういう撮り方をしました。なので、カメラワークも撮影監督にもう完全に任せるというような形での撮影だったので、これはドキュメンタリーと言えると思います。我想追問一樣嘢，就係其實佢係點樣指導一啲素人嘅演員咧？即係包括就係頭先我特別係強調嗰個發布會啦，係嘛？即係嗰個裏邊嗰啲嘅寄養家庭，咁即係如果係咁，佢應該係一啲即係佢哋唔係真係寄養家庭，佢哋都係一啲素人演員喺演出嘅。咁呢個第一啦，第二咧就係關於嗰個小演員招豆嚇。即係其實大家都知道嗰個拍攝咧，素人演員同小孩都係最難處理嘅一啲演員。但係似乎何乃導演佢喺指導演員上面咧係特別有呢啲嘅經驗。咁可唔可以同我哋分享下佢點樣處理呢兩種類型嘅？アサトにはもう脚本を渡さないで順番に撮ってるので、ジャングルジム事件の時も本気で先生に怒られているし、で、お母さんが迎えに来て僕やってないっていうのも本気で言ってるし、なんかとにかく演技をするっていうよりは時間をちゃんと一緒に過ごしていくってことなので、お家に帰ってもこう永作さんと井浦さんという、聡子と清和のことをお父さんっていうふうに、お母さんっていうふうに呼ぶようにっていうふうな感じで、現場に来てもスタッフたちがどうしても見えてしまうんだけど、スタッフたちはもうお化けだからって、見えないから透明人間だからって言って話しかけないように徹底してました。で、よく子役の子って現場に来て「おはようございます」とか笑顔がちょっと嘘っぽかったりするんですけど、もうそれは全部禁止ということで やっていました。呢套戲其實頭先已經提咗啦，就個 timeline 咧咁複雜啊，即係亦都牽涉嘅角色咁多。咁我想特別問咧，就嗰個剪接方面嚇，即係剪接嗰度咧，其實佢都係同一個法國嘅crew 合作嘅嚇，Tina Bass。咁其實呢方面咧，其實佢點解需要一個即係外國嘅朋友幫手咧嚇？呢個佢個剪接方面咧，佢自己有冇特別嘅要求咧？尤其是今次。我哋見到咧，成個剪接裏邊咧，我哋開始嘅時候咧，仲係比較咧平緩一啲嘅，但係去到最後嘅三分一嘅時候咧，嗰個剪接咧係
相当即系紧接一下嘅吓，即系有好多好跳嘅地方吓。我意思就系话，特别系阿光咧，最后嗰、那个即系离开咗屋企咧，佢去遇到打工啊、高利贷啊，佢嗰个室友啊，好多事件咧系出得相当快嘅吓，即系你见到嗰个节奏咧，一路咁样推进。咁佢喺呢個剪接度咧，其實喺成個剪接度，佢嗰個方向係點樣？佢點樣同一個唔識法文、唔識日文嘅一個法國嘅crew 咧，去合作去做呢個剪接？はい、フランス人なので、もちろん日本語がわからないんですけれども、映像の言語というものを彼らはしっかりとその分読み取るんで、言葉ではない感情を編集するのがとても上手です。翻訳で言語で編集していくと、説明をつないでいくということになるんですけれども、説明をつなぐのではなく感情をつなぐというような形で、やっていって、まあ、私は萌のスザク、あ、違う、モガリの森から、モーニングフォレストから、その彼女ティナ・バスとやっていますけれども、やっぱりいつも彼女は感情をつないでいくんだというふうなことを言います。ですから、まあ、やっぱり映画っていうのは説明をしっかりするというよりは、感情をお客様は読み取るので、その感情において、やっぱり客観的にフランス人の人の方が、その編集を組み立てるのが上手だなっていうふうには思ってるので、ずっと続けています。其實佢嗰個 crew 入邊咧，喺法國幫手做嘅咧，仲有生，即係聲音嗰個啊。咁佢嘅 sound design 啊，都係喺法國度做。咁亦都即係何麗導演好重視嗰個聲音嘅效果。今次我哋其實聽到好多大自然嘅聲啦、風聲啦、即係人聲啦，甚至即係我哋嘅電話嘅聲音啦、流行曲嘅聲音啦，即係好多呢啲嘅聲效結嘅效果咧，佢加咗入去。亦都佢好重視，所以佢亦都係去咗法國度，亦都係法國啲 crew 嘅朋友幫佢手做嘅。咁佢可唔可以同我哋講下，即係聲嗰個要求佢要點樣樣？そうですね、音もですね、モガリの森から全部フランス人が実はやっています、サウンドデザインを。で、もちろん日本語がわからないのですが、彼もやっぱりその日本語のこうイントネーションというか、そういうものでちゃんと感情を読み取っていてですね、いいテイクの時は私がいいと思うものをちゃんと選んでいるし、で、サウンドデザインにおいては、まあ、私の映画別に爆発したりとか宇宙船がやってきたりとかするような映画じゃないので、非常に地味だといえば地味なんですけれども、その分風の音や、木漏れ日のところのこう、なんていうか、歯が擦れていくような音とか、ああいう繊細な音をすごく厚みを持って構成しています。で、彼は360度その空間にいて聞こえてくる音を全部構成するので、こうフレームの中にある二次元の世界だけじゃない、後ろ側にもちゃんと音があるんだっていうようなことをもちろん、デザインしていきます。で、今回の場合は特に、例えば都会、タワーマンションのその世界だと、少しやっぱり工事の音とかそういうものが響いていたりとか、で、森に行けば鳥の声や川の音、風の音で、まあ、島に行けば波の音、そのような、まあ、非常に繊細な音をこう組み立てている形でした。另外一個方面咧，就係即係其實導演咧係讀攝影出身嘅，咁佢又開始佢自己拍紀錄片嘅時候，都係佢做 cameraman，即係佢自己 one man band 開始去拍佢自己最初嘅一啲紀錄片啦。但係進入咗佢嘅中期開始咧，其實我哋見到佢同唔同嘅攝影師合作，差唔多冇一部戲咧係有固定嘅攝影師嘅。咁但係咧喺個攝影風格上面就相當統一啦，包括佢對光嗰個敏感啦。同埋有一啲用光嘅方式啦，就包括一啲大逆光啦，同埋一啲嘅自然光啦，就係呢啲嘅風格，佢點樣去要求佢嘅攝影師去，佢係咪有一個統一嘅方式去指導佢嘅攝影師咧？因為每一次嘅攝影師都差唔多係唔同。まあ、正直言うと、カメラマンこの人でずっと行こうっていうような人が今現れてないってことなんですよね。
で、山崎豊さんは2つ目の窓までシャラ掃除も含めて、割とこう一緒にやってた人なんですけども、今80歳になってしまって、で、もう少し若い人で、できないかなっていうので、探しているところです。で、今回も、結構新しい人たちを何人か、起用したんですけれども、まだちょっとこう決めきれてなくてですね。で、ちょっとその、そうですね、山崎さんのようなドキュメンタリーもできて、フィクションのその映像もちゃんと撮れる人を今募集中なので、これまあ編集の場合フランス人の人と、そしてサウンドもフランス人っていうふうに見つけたんですけど、まあ、撮影監督がもしかしたらまた海外の人っていうようなことも考えられるかなとは思いますが、そういった場合でもやっぱりその、特に私の場合はドキュメンタリーの要素が強くなるので、絵をきっちりとこう構成を立てて撮るっていうこと以上に、瞬間的にそこで起こっていることが撮れる、そういう撮影監督と一緒にやれたらなというふうに思います。その場合はあんまりこう指示しなくても彼が自分で撮りに行くので、そういったタイプの人といつも一緒にやってます。咁啊，我哋有一啲時間可以俾台下嘅觀眾咧問一啲問題，問下何乃道演係嘛？咁啊，大家珍惜時間，因為我哋有15分鐘係。はい、ここにいるみんながもし質問あっあ、たら。導演你要你要，喂喂喂，係你好，導演各位好。咁我一向都中意何乃道演嘅作品嘅，咁劇情片、紀錄片都有睇，咁啱嗰套《神機張子》都好出色，我覺得係。咁其實我有兩個問題想問一問導演，就首先我想問佢對即係大自然嗰個元素對佢即係對佢做電影佢自己有咩睇法？因為佢一向作品都好重視大自然嗰個因素，我想知道佢大自然即係係咯個元素係對佢嘅意義係點樣樣？同埋仲有一樣嘢就我。好奇就係導演點樣處理佢嘅劇本，因為佢嘅劇本其實都同一般嘅商業電影起承轉合嗰樣嘢都唔係太相似嘅，但係好有好係佢一種直覺嗰樣嘢，即係我都想導演可以分享一下佢點樣處理佢嘅劇本咁樣樣。はい、自然は、私は人間も自然の一部だと思っていて、で、自然がもたらしてくれるものは、まあ、私たち日本の場合は本当に災害も多いので、命を奪ってしまうような脅威にもなるんですけれども、まあ、その分こう穏やかに、海とかそして森とかそういうものが私たちに恩恵を与えてくれるものでもあるなと思っています。で、私たち人間は本当にこう、自分たちだけが偉いとか、それを自然をコントロールできるって思ってしまっていますけれども、いや、そんなことはなくて、私たちも地球の自然の中の一部であるっていうふうに思えた時に、いろんなものがこう共存していけるような可能性があるんじゃないかなと思っていて。で、そういうこう描き方をいつもしているんじゃないかなと思っています。脚本ですね。脚本においては、そうですね、私はこう映画というのは一人で撮るものではないので、少なからずやっぱりその各スタッフたちにもですね、同じ私の思いを共有しなければいけない。そのための船で言えば航海図だと思うんですね。地図のようなものだと思っていて、で、その地図の A 地点から B 地点までどういうふうに行くのかっていうようなことを示してある、そういう航海図だと思ってます。ただ A 地点から B 地点まで行くのに、そのルートがいくつもあって、で、脚本に書かれてるルートは一つなんだけれども、その B というところまで行く道は他にもあるんじゃないかっていうようなことを、脚本はあるけれどもみんなで話し合うっていうような、そういう映画の撮り方をしているので、その脚本の通りに
撮影を行い映画を作るというのではない、私にとってはそういうものです。我插問一個問題，即係其實阿導演咧，拍紀錄片出身，佢轉去拍 fiction 嘅時候咧，佢有冇一個經歷，一個咧摸索點樣去揾自己個編劇嘅風格嘅一個過程，同埋佢點樣學習寫劇本？実は学生時代から脚本を書いてそのフィクションを作るというコースを選んでいたので、もともとはフィクション劇映画を作りたいと思ってたんですね。でもその劇映画がどうしてもうまく作れなくて、で作ってることもあんまり楽しくなくって、で、それなぜだろうなと思ったら、やっぱりその設計図通りに何かを作るっていうことがあんまり楽しくなかったんですよ。で、それよりもそのドキュメンタリーのように何が起こるかわからない、その対象もリアルなそこに生きてる人だったりとかすると、何をこう質問すればどういうふうに答えるのかっていうのは全然わからないわけですね。いくら構成を立ててたとしても、ドキュメンタリーっていうのはやっぱりその目の前にあるものをこう瞬時に捉えていくっていう世界なので、でその方がとても楽しかったんですね。で、どれぐらい楽しかったかっていうと、人生が変わるぐらい楽しかったです。例えば私の一番最初のそのエンブレーシングっていうお父さんを探す映画では、お父さんを探せたことでやっぱり大きく人生が変わりました。で、そういうふうに映画作りって人生に影響をもたらすんだっていうほどこう衝撃的でした。で、これはこれほど面白いものはないなっていうふうに思っていたので。なので、まあ本当は劇映画を作りたかったけれども、ドキュメンタリーの要素に惹かれて、で、劇映画においてもドキュメンタリーの要素を入れ込んでいくっていうような、そういう作り方をしてきたわけです。好喜歡呢套電影啊，因為非常之完整啦，係啦，咁同埋即之前幾部戲咧都非常之喜歡，係啦，我就頭先Thomas 提咧就話都有唔同嘅攝影團隊係幫何麗導演手，其實我都幾 shock 嘅，係因為其實成個過程我都覺得即導演個風格咧好完整啊，都有諗下究竟點樣係可以保持得咁完整啦，呢個係第一個問題。第二個問題就係何麗導演都識好多唔同嘅崗位啦，攝影啊、寫劇本啊、導演啊呢咁樣。喺過程裡面，其實你最享受係邊個崗位咧？同埋喺個拍攝個電影裡面咧，其實有冇邊一部分咧係最享受啦？咁樣係啦。最後少少問題，其實都知道喺何麗導演都個風格咁完整底下咧，其實會唔會受邊啲導演其實都會影響多啲？因為其實頭先講話嗰個血緣嗰部分令我諗起視之如和一啲戲啊，係啦，咁我都呢個部分唔知何麗導演有冇受邊啲導演其實都會有互相影響嘅咧？咁係少少呢個問題。はい、そのカメラマンに関してですけれども、カメラマンに関しては本当に、やっぱり先ほど言った通り、なんかこう一人にまだ決められてないんですね。まあ黒澤明さんのように、まあ、この人がカメラマン、この人が、照明マンで、この人は録音っていうふうに、こうね、黒澤明さんが亡くなっても黒澤映画って作れるって言われたぐらい、もう黒澤さんが何を考えているかっていうのを各技術者が分かるような人っていうまで、まだ私はたどり着けてないなというふうには思ってます。で、まあ、その分撮影においては、とはいえ革製カラーというか革製が好きなテイストっていうのは、それぞれの今までのカメラマンは理解をしていて、で、ドキュメンタリーテイストの絵が好きなんだなとか、まあ、つまり手持ちで、ハンディで撮影することが好きなんだなとか、あんまりかっちりと決め込んだフレームが好きじゃないんだなとか、まあ、そういうふうな特徴をちゃんと持ってすれば、撮影者が違ってもおそらくまあ似たテイストになってるんじゃないかなというふうに思ってます。で、それから映画を作る上で一番楽しい瞬間っていうのは、もちろんその瞬間、これは実はもういい絵が撮れてるなっていうのが分かる時があります。で、それはやっぱり後で素材を見返しても、もうそれ以外にはもうないなって思うぐらい、
のものでですね、よくその監督はやっぱりこうフレームを見るためにこっちでモニターを見て確認してますけども、現場を見れば俳優がそういう、こう他ではできないような演技をそこでやる、まあ、それは本当に生きてるような、本当に涙を流しているような、そういう本当に笑顔でいるような、そういうものが見て取れるときはやっぱりいいシーンになってるんですね、うん、なのでそういうものが取れたときはとてもやっぱり興奮しますね。自分もやっぱり泣いてるし、そういうものを見ながら、うん、作ってるんだけどやっぱりそこに没頭してる瞬間っていうのはとても嬉しいです。それからもう一つ言うと、やっぱりこうやってお客様に映画を見ていただいた瞬間こそが映画の始まりだと思ってるので、そこは間違いなくすごい、私にとって素晴らしい瞬間です。最後一条問題、簡短な簡短あ、いわゆる、所以想問一問導演啦，咁就喺你嘅作品裏邊咧，好多都係關乎咗一啲真實嘅議題啦。咁由即係最初《文蜘蛛》就係一個即係關於家庭倫理，去到近期啲嘅，去到《甜美人間》就係一啲關於歧視同被放逐嘅議題，甚至去到《神禧》係一啲血緣嘅關係啦。咁但係其實呢啲議題咧，基本上都係可以用一啲相對批判啲嘅角度去寫，但係導演係比較反而係主要擺喺去人物個感情上面個描寫度嘅。咁同埋頭先導演亦都已經自己提過咧，係即係中意係透過電影將一啲負面嘅信息係變成一個正面嘅方式去表達啦。咁但係我想問下，即係點解導演會除咗係佢嘅個人生之外，即係點解會用呢一個方式去咁統一地用呢個方式去做佢嘅電影？同埋就話即係揀呢種方式會唔會係某程度上係因為本身日本人個民族性係都係相對唔會太直接去面對自己社會上面一啲陰暗面啦，甚至自己嘅情感上面都唔會去面對一啲嘅負面嘅情緒嘅。咁呢、這個方面係咪亦都係影響咗，有機會影響咗導演選擇呢一個嘅角度去講佢嘅故事咧？咁唔係，可唔可以我 rephrase 過你少少嘅問題，即係話其實導演咧係處理過好多咧社會素材或者真實嘅issue 嘅，但係咧佢都係採取咗一種人嘅感情嘅方法去出發，就多過話去直接批判一個事件或者一方面啊咁樣樣啊，對，或者造成呢啲事件嘅原因啊，好似神興張子咁啊，即係我哋冇佢冇走入去講呢個即係未婚懷孕啊等等等等。啊，咁呢個係咩特別嘅原因咧？係咪日本人比較接受一啲比較唔直接去面對呢啲問題嘅方法？對唔對？應該係咁講，係咪日本人係習慣咗係用一個咁嘅方式去睇問題嘅咧？可唔可以咁樣相對 soft 啲嘅方式先？相對軟性啲嘅手法。今私オリンピックの公式映画監督をやっていますが、オリンピックに対する批判的なメディアの出方がすごいです。まあだからそういう意味ではその何でしょうね、こう社会的問題に対して声を上げないっていう国民性ではないと思います。うん。で特に最近は SNS などで、個人が何かこう問題意識を持って発言するっていうことも、見られますし、決してその日本人はこう、うん、前に出てものを言わないっていうような時代から、少し変わってきてるのかなっていうのは感じます。とはいえそうですね、私自身はそのもう一つその何か社会の問題に対して明らかなこう抗議をしたりとかデモをしたりとかってすることはこれまで一度もやっていません。そうすることの先には結局やっぱり何かを否定したりとかすることの
こう正義と正義のこう戦いが起こってしまう、どちらも正義を振りかざしながらその戦ってしまうんですね。でそれはイコール分断というものが起こるんじゃないかなと私自身は思っていて、それよりもその相手の言ってることをしっかりと対話でもってお互いに問題を解決していくっていうような姿勢を取っていきたいなっていうふうには思っています。で、対話をやっぱりこうしようと思ってもできない状況っていうのが社会にはあって、でそこの問題をこうどこかで、変化変容させていくのは、私はやっぱりこう芸術の力を信じたいんですね。表現の力を信じたいと思っています。だから映画の中で明らかにその差別をしたじゃないか、ハンセン病ってこんなもんなんだっていうふうに大きな声で言うのではなくて、物語を伴って、例えば徳江さんが最後に残した言葉を皆さんがちゃんと心に刻むことで、世界はその人たちが一歩歩を進めることで変わっていくんだというふうに信じたいんですね、でむしろそういった社会の闇の部分にスポットライトを当てて表現をしていきたいというふうには思っています。完結之前有一个很简单的提醒，请教导演，即系对于一些有志加入电影工业的年轻人咧，佢有啲乜嘢嘅建议俾佢哋咧？そうですね。先ほど一つ答えなかった質問なんですけれども、誰か映画監督に影響を受けてますかっていうようなことだったと思いますが、私自身誰かにこの規制の、映画監督に影響を受けたっていう記憶はなくて、むしろその自分自身のオリジナリティ、自分のオリジナルを表現するっていうところに、興味を持ってここまで続けています。で、誰かの真似をして、まず最初にそれを学ぶってことは必要かもしれないですけど、やはり世界でそのこう対等に、私たちアジア人も対等に世界でその映画人として立つためには、若いとか、その年を取ってるとかだけではなくて、やっぱり私たちのオリジナリティをちゃんとこう表現していく必要があるんじゃないかというふうには思っています。世界には多様なさまざまな文化や歴史があって、決してその、大国の考え方だけで世界が動いてはいけないっていうふうに思っていて、その表現は私たちのような国でもちゃんとオリジナリティを持って、し続けていれば、そこにやはりこう大切なものがあるということを世界にも伝えることができるので、ぜひ、若い人たちが、もし若い人だけじゃなくてもこう表現をするのであれば、やっぱその自分にとってのオリジナリティを追求してほしいと思っています。我哋好多谢何乃直美导演今晚同我哋分享，咁啊希望何乃导演咧，多谢啊，多谢啊，继续拍多啲好嘅戏俾我。我哋同佢讲再见好唔好？谢谢你，拜拜，再见，拜拜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 。